どうも、キースケがいまずです。おいしょ、デビアス。シャチシャチベチベチだろというわけでですね、今回まずラビの都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわふふわこんばんは。ニャーシュでも、ミスター関デビアス、勝って。そっちあの人か今回の都市伝説は、かつて世界の富を収奪し、世界を欲しいままにした陰謀渦巻く名家であるロスチャイルド家。彼らはその権力を維持するために、とあることをしていたというね。というわけでですね、今回そのロスチャイルドの秘密について出てきます。現代世界において各国政府に圧力をかけ、国境を越えて特定の国に内部から勢力拡大を図り、平等を謳いながら富を搾取する構図、つまりグローバリズムを構築しているけども、その元凶となるのがロスチャイルド家なんです。ロートシルト詳しいではそのロスチャイルド家の歴史を簡単に振り返ると、フランクフルトのユダヤ人移住地区ゲットーで暮らす市民に過ぎなかったロスチャイルド家をヨーロッパ随一の貴族の地位に引き上げたのは1744年に生まれたマイヤーロスチャイルドなんです。ロートシルトっていうのはフランス語だっけ、はい、ドイツですか。あ、ドイツ語かな、はい、あ、どっちかなんだけど、はい、俺は赤い盾っていう意味で、はい、レッドシールになってくる、ね、そのレッドシールドっていうのがテンプル騎士の、ね、あの盾になってくるね。あ、面白いです。あ、そうそう、あれはもう感動して涙。あ、そうそう、俺が言ったんですか。うん、言ってなかった覚えてねえんだよそしてマイヤーは外貨や古銭の取引を職業としていた父親の影響を受け、ドイツの宮廷ユダヤ人銀行家ジェイコブ・ウルフ・オッペンハイマーのもと13歳の時から銀行業のノウハウを学んでいたのよ。ちなみにオッペンハイマー家の血筋の人間には反日家であり、数々の謀略にも加担している故ヘンリー・キッシンジャーがいるの。そしてメキメキと頭角を現したマイヤーはヘッセン選定公ビルヘルム1世などの上流階級の古銭商人として勢力を拡大、19世紀初頭までにビルヘルム1世御用達の国際銀行家としての地位を確立し、ビルヘルム1世から融資を受け独自の国際ローンの発行を開始したんです。おペンポイルミヤキーだろさそして長男アムシェルはフランクフルト、次男サロモンはウィーン、三男ネイサンはロンドン、四男カールがナポリ、五男ジェームズがパリといった欧州の主要金融都市に送り込まれた5人の息子は父親に負けない手腕を発揮し、マイヤーの築いた巨額の富をさらに拡大させ、各国の中央銀行を乗っ取り、世界経済を意のままに動かす力を手に入れたのよ。現在の国際的機関やシンクタンク、エネルギー産業、民間企業といった様々なネットワークを広げ、今日に至ってるんです。ね、このネイさんとジェームズっていうのは、そのロスチャイルド家をね、大きくした2人だよね。すごい人だよ、うん、残り3人は失敗。そんなこと言うなよそんなロスチャイルド家は権力を維持するためにあることをしていたのだけども、その結果ロスチャイルド家を苦しめることとなったのよ。それが近親婚、著書ロスチャイルドの女たちを執筆したナタリー・リビングストンによると、歴史的にロスチャイルド家は巨額の富と権力を守るために外部の血を入れず近親結婚を繰り返したというのよ。その結果ロスチャイルド家には多くの精神病患者が生まれたというのね。18世紀の初代ロスチャイルドであるマイヤー・アムシェルと妻グートルの間に5人の息子がいたのは有名だけども、娘も5人いたのはあまり知られていないのよ。三女映せない人そして彼女たちは非常に賢く、政治、慈善事業、芸術、文学、科学、音楽などイギリス社会とユダヤ人社会におけるロスチャイルド家の女性の影響力は凄まじかったというのね。近親婚ってリスクが高いとされてるけれども、はい、なぜかその能力が高いってことですね。そうですね、関さんはね、そういうの多様性だと思って。あ、そうか、いろいろあっていいじゃない。なういなお前それでもマイヤーは財産と権力に固執し、娘たちに全く相続権を与えなかったらしいのよ。どうやら1812年に銀行の創設者であるマイヤー・ムシェル・ロスチャイルドが死去した際、遺言によって一族の女性が銀行の財産を共有したり事業の意思決定に関与したりすることを禁じられたというのよ。そのため家系内から配偶者を取る習慣がなんと19世紀末まで続いたというのね。そして最初に掟を破って家計以外の男性と結婚したマイヤーとグートルの孫娘ハンナ・マイヤーは恵まれない人生を送ってしまったというのよ。ハンナはユダヤ教を放棄しキリスト教に改宗、家族から孤立したのよ。そして夫と息子は早くして亡くなってしまったのね。その後ロスチャイルド家は婚姻を通してイギリス王室、ヨーロッパ王室に入り込み世界を支配した。しかしロスチャイルド家とイギリス王室は近親相姦とそれに伴う身体的な不自由や精神疾患で世代をわたって苦しんだというのよ。遺産ゼロかぶられたかそしてこの精神疾患の問題はロスチャイルド一族だけに限ったことではないのね。ユダヤ人は一般的に小さな遺伝子プールでの繁殖によって引き起こされる精神疾患や遺伝病のレベルがずっと高いことが認められているのよ。ロシアだけは自分の尻尾を食べるウロボロスを自身の近親婚、また他の悪魔的な儀式のシンボルとして使ってしまっているのです。うおー、本当だ、キッソーシン頭バカ野郎だ
YouTube では話せない公害 DC の都市伝説始まりました。メディアが報じない滅びに向かう日本、日本は間もなく滅びない、我々の国日本はですね、というね、まあ、ものに未だに支配されてますが、その裏で起きてることに誰も目を向けておりません。あらゆる制限を未だにしている日本、これって正常なんですかっていうことなんですよ。皆さん騙されております。でもこれを知った上でじゃあどうするかって話なんですよ。いやいや、もう政治じゃ変わんねえんだって、陰謀論の中にも真実だったものってあるじゃん。ありますね。最近だと本当に統一教会、あとはオウム真理教とかも。考えんな感じろかな。